中納言、雪平村、妻の裏に左遷され紫、小風にの雨に会い、戯れるの図、月岡義俊が。小風、メとは、平安時代、妻に暮らしていたという伝承上の姉妹。姉が松風、妹が紫。小風メ道地元である妻で語られる、伝説によれば、姉妹は、大井畑の村長の娘たちで、本来の名は、もしおと、小藤であった。 妻に塩くみに出たところ、天皇の寒気をこむり、妻に流されていた、有原の雪平と出会い、将風、紫と名付けられて愛された。後に雪平は許されて戸に帰る際、松の木に、形見の絵星とり衣をかけて残した。また、ここ無若州にある、立ち分かれ稲葉の山の峰に、生古松と敷かば今帰りきむの歌も、この離別の際に読んだものとされる。将風、 村雨姉妹は二となって、雪平の急遽に世を結び、彼を忍んだという。妻に配慮された雪平が、天と歌を交わす短い説話は、千秋章に現れるが、天の名は記されておらず、姉妹でもない。雪平が心通わせる相手を、無名の天に変えて将風、村雨とした、陽曲、将風は、千秋章に加え、平安時代に成立して散逸した物語。 アマジニア、現物語の影響を受けて成立したと考えられる。洋曲、昭風囲後、昭風、村雨の秘伝の物語は広く知られることとなり、浄瑠璃や歌舞伎、近代には映画などにも取り入れられた。妻には衣がかり松や昭風村雨堂など、彼女たちの伝承に基づく遺跡がいくつかあり、妻区内には、紫町、昭風町、雪平町、 衣係町と名付けられた地名もある。ありがとうございます。